ちは。今日はベジポップを買ってきました。1個が81円なので3つ入りの方がお得ですね。まず赤色のベジポップはイチゴとトマトです。黄色はリンゴと人参です。緑がパインとほうれん草です。このベジポップ思ってたよりだいぶ小ぶりですね。でも3つも食べたらカロリーどうすんのって思ったあなた大丈夫です。の問題は大丈夫。でも美味しくなかったら全く意味がないということで、早速食べていきたいと思います。中を開けるとクリームがしっかり入ってます。持った瞬間に分かるんですけど、すっごいふわふわしてます。いただきます。美味しい。生地に人参のパウダーが練り込まれてるみたいなんですけれども、全く人参の感じはしないです。トマトの感じもしないです。ただいちごの優しいホイップクリームが入ってるドーナツですね。生地はふわふわです。しっかり甘くて美味しいけど、後味すごくすっきりしてます。ティラノクリームが入ってます。あー美味しい。優しい。クリームも全然豆乳臭さとかないし、しっかり甘いです。はい、これ生地だけ食べたらちゃんと小松菜を感じるのかな。うん、わかりません。うん、あ、鼻からパインの香りが抜けてくる。これもホイップにパインとほうれん草、ちゃんと野菜が入ってるはずなんですけれども、フルーツの甘みが強すぎて全く感じないです。野菜が嫌いな子でも食べれると思います。ごちそうさまでした。すっごい美味しかったです。フルーツの甘みがしっかりしてて、野菜のドーナツってよりかはフルーツの優しいふわふわした生地のドーナツって感じでした。すごい美味しかったです。3つ食べても195kcalなので、1個ドーナツ食べるよりも全然低いですね。でもなんだろう、物足りないわけじゃないんですけど、美味しかったからかな、もっともっと食べたいって思っちゃいました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんもタニタとミスドのコラボ商品のベジポップ食べてみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。またね。うわー、やっぱ砂糖は最高だな。